アダム・ロバート・オッタ・ビーノは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨークシブルクリンク出身のプロ野球選手。ウト・リョーダ。MLB のボストン・レッドソックス所属。愛称はオト。2003年の MLB ドラフト30巡目で、タンパベイデビル・レイズから指名されたが、この時は入団せずにノース・イースタン大学へ進学した。セントルイス・カージナルス時代2006年の、 MLB ドラフト一巡目でセントルイスカージナルスから指名されプロ入り2009年開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのイタリア代表に選出された2010年5月29日のシカゴカブス戦でメジャーデビューを果たしたしかし右肩を痛めて故障者リスト入りしシーズン終了後に40人枠から外れた二千十一年は メジャー当番なしに終わったが、トリプル A 級メンフィスレッドバーズでは141イニングを投げて、健康面での不安を払拭した。11月18日には、再び40人枠に加えられた。コロラドロッキーズ時代2012年4月3日に、ウェーバー工事を経て、コロラドロッキーズへ移籍した。5月に2シーズンぶりのメジャー昇格を果たし、中盤以降はカルロストーレス。 ジョシュレネ・キーラと共に75球程度に投球を制限されたロッキーズの先発投手を救援するピギーバック投手として貢献した。2015年4月27日、右上腕の炎症で15日間の故障者リスト入りとなり、その後の検査で右肘のトミー・ジョン手術が必要であることが明らかとなり、5月14日に60日間の故障者リストに入り、 シーズン中の復帰は絶望となった。12月19日に3年契約で契約を延長した。2016年2月18日、引き続き60日間の故障者リスト入りすることになった。7月5日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャー復帰した。最終的に34試合に登板して1勝3敗、7セーブ、防御率2.67という成績を残した。 2018年は75試合に登板してナショナルリーグ最多となる34ホールドを挙げた。オフの10月29日に FA となった。2019年1月24日にニューヨークヤンキースと3連総額2700万ドルの契約を結んだ。またヤンキースの1桁背番号で唯一の空き番号であり、ロッキーズ時代より着用していた背番号0を背負う。 ことも決まった。ヤンキースの選手が背番号0を着用するのは、球団史上初のケースとなる。同年は、チームトップの73試合に登板し、6勝5敗に、西部29ホールド、防御率1.90という好成績を上げ、移籍1年目にして、リリーフ陣の柱となった。2021年1月25日に後日、発表選手、または、 金銭とのトレードでフランク・エルマンと共にボストン・レッドソックスへ移籍した。スリークオーターから最速98.9マイルパーワー、平均93マイルパーワーの速球と平均83マイルパーワーの横に大きく曲がる。スライダーで全投球の大半を占める。2015年以降は稀に90マイルパーワー程度のカッターも使う。かつてはスライダーよりも、 チェンジアップを投げる割合が高かったが、ロッキーズ跡後は、速球とスライダーが投球の中心となった。ありがとうございます。